お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回もね、暮らしラジオやってくんですけど、今日はね、これ、もう、この画面になっちゃってました、今日は。はい。というわけで、今日これ使ってくんですけど、こちらの木村さん知ってますかね？多分、僕が使ってた時は、ロイホグの枠が、まあ、工場バーバリアンだったんですけど、多分、これの方の、本当にロイホグが工場バーバで、世界、このデッキで10位フィニッシュを多分僕したことあるんですよね、このデッキで。はい。結構前なんですけど、1年半ぐらい前かなに愛用してたデッキと言ったらほぼ一緒です。まあ、ロイホグと工場バーバは違うだけですね。で、まあ、これなんですけど、なんで久しぶりにこれ使うかっていうと、皆さん、ババコヤね、情報修正が入りました。はい。ババコヤと、ロイホグと、ザッピーとネクロですね。はい。この4枚の、強化がね、確定しましたっていうわけで、もうね、まだ強化はされてないんですけど、実際にね、使ってやっていこうかなと思います。だってもうすでに、勝てたら、今でも勝てるのに、さらにここからね、強化されるわけですから、いやー、今後ね、ちょっと、化けますよっていうわけで、早速ね、まあ、使っていきます。ババコヤがね、強化はね、すごい嬉しいですね。僕結構ババコヤ好きなんですよ。そんなイメージないかな？どうだろう？マジで結構昔から僕のことを知っててくださる方は、まあ、知ってるかもしれないんですけど、こう、もう、ババコヤムートホバリングデッキとかもよく愛用してましたし、なんか、ババコヤホバムート、あとはザッピーはまあちょくちょくか、まあロイフグとか結構好きなんですよね。で、今回、もう僕が好きな、もう、ババコヤと、しかもロイフグも強化され、まあザッピーは正直どうでもいいんですけど、まあネクロもね、今回強化されるってわけで、具体的な強化の内容はですね、僕全部覚えてないんで、ドズさんとか、まあケンツがね、多分 YouTube 出してるんで、まあその辺ね、チェックしてみてください。まあ軽く覚えてるのは、ロイフグはただただ火力がね、ちょっと上がるだけで、あれっすね。あいつ。ババコヤは処理された時に、ダクネみたいな感じで、ダクネ処理されたらコウモリがこう生成されるじゃないですか。まあ、それと同じような感じで、あれですね、ババコヤは壊されたらバーバリアがね、2体出ますね。はい。なんで、まあちょっと、なんだろうな、こう、プリプリ系とかジャイとかに、もう強かったんですけど、より強くなったって感じですね。まあ、プリプリにはそんな強くなかったかもしれないですけど、まあ、ジャイにね、強かったのがよりね、強くなりましたね。ジャイとかを引きつけつつ、壊されてもね、ババがいるっていうのは、まあでかいですね。まあでも、なんか言っちゃうと、こう、今ね、ボムタワー環境なんですね。本当に、ボムタワーばっか。で、今回強化されたカードが、全部ボムタワーに弱いんですよ。これ、本当に。これ事件なんですけど、あはん、あはん、やばい。なんか、もったいなく2体行かれちゃいましたね。あー、これ痛いなー。痛いから、一応防衛します。はい。そうなんですよ。ボムタワーが、結局強いんだよなーっていう悩みをね、ちょっと多分皆さん持ってるんですよ。ボムタワーは、てか今回火砲がなかったんですよね。なんか、いろんな人が多分ツイートしてたと思うんですけど、ディガー加工しろや、マジエチェ加工しろや、ウルブレイカー加工しろや、みたいな感じのことを、まあ、結構ね、いろんな人が言ってたのは、まあ、見たんですけど、まあ、まあ、加工ねえならねえで、どんまいって感じですね、ちょっと。なんかまあ、僕は好きなカードたちがね、情報されたんで、ちょっと嬉しいっていうのがね、ありますね。まあもちろんね、加工はあってもいいと思いますけど、やっぱ強いカードが多いんで、今。よいしょ。勝ちましたね、これ。これ、僕、フリーズまだ使ってないんですけど。よいしょ。そろそろ、お見せしますか？あ、俺のフリーズが、ここでね。なぜここの枠がフリーズかと言いますとね、正直僕もわかんないんですよね。なんか、多分このババコヤ三重士、もともと、タルユキだったり、ファイボだったりあったんですよ。なんか三重士に、ファイヤーボールとか、普通にエリポン入りのファイボ三重士とかフリーズ三重士が多分ちょっと流行ってた時代だったんですよね。で、その時にババコヤ三重士で三重士の枠がライドラだったり、まあなんかこんな同じ方なんですけど中身がちょっと違うようなのがいっぱい流行ってたんですよね。で、多分基本がファイボだったんですけど、僕が三重士好きだったのもあり、じゃねえわ。三重士はまあまあ好きだけど、三重士じゃなくてフリーズ好きだったっていうのもあり、フリーズにしたら、多分ね、結構、その僕のね、肌に合って感じだと思います。よいしょ。さあ、
というわけでこれ勝ちたいね。ナイトアイスイズ、これあれっすね、ウォールブレイカーかな。スケスケワンチャンウェブかバボク、出たー。これクロスっすね、あの引きこもりくんね。これは、アイスイズテスターなので、このホバリングがね相手はすごいきついですね。これフリーズしちゃいたいもん、俺フリーズしちゃいたい。あん言うな、殴られるな。あ、フリーズしちゃいたい。まあまあまあ、まあ、耐えますか。いや、いいですね、このね、アイスイズクロスもね。多分昨日の動画も言ってるんですけど、ちょっと流行ってるんですよね。よし、いやー、ババコヤで竹取って、あー待って、本体行かないで。本体行くのはよくね、このババに竹が行ってくんないとちょっとね、お辛いですね。まあでもここで今の間に溶かせれれば、でここで壊れた瞬間にババが2体出ますね。痛いですけど、まあまあまあ、まだ強化されてませんからね。ロイフグもまだ強化されてませんからね。という感じですね。まあ、マジオちゃんが今ちょっと多いんで、どうなるかですね。でも、ザッピーとかって強化されるんですけど、マジオちゃんとめっちゃ合うじゃないですか。ファイボクカツもなんか、昔ね、ザッピー、マジオちゃん、ロイフグがあったんですよ。もう、それですよね。もう、それが復活するって感じですね。なんで、なんか僕としては本当にありがてえって感じですね。久しぶりだって感じです。うぃー、トルネ。あ、やった。トルネロケ使ったね。君。君使ったね。ナイト？あー、いや、でもいい防衛しますね。まあでも相手辛いんですよね、絶対。僕のあの、ホバリングと、まあ30試合トルネロケ打てるんですけど、ホバリングですね。ホバリングがね、いい味出してますね。だってこれでこうしたら、ここに出すのはテスラしかないんですよ。ここに。ドン！はい、残念でした。で、ここさえ突破したら、この防衛クロスも終わりって感じですね。オッケーオッケーオッケー。オッケー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 。いや、いいですね。このホバがやっぱいいですね。マジアチャが増えたらもうダメなんですが、結局。ここ行っちゃいます。あ、やばい。え、当たんないよな。オッケーオッケーオッケー。あは。豚、ちょっとまあまあまあ。豚もね、ちょっと、いやでもいい感じですね。勝てそう。まあでもフリーズだと最後のね、削りがないのがちょっと怖いんですけど、これも相手防衛クロスでいけませんからね。防衛クロス、あ、するんだ。もうこれ一応テスラ出た時用ぐらいに構えて、オッケーオッケーオッケー。もうこれでクロス壊せたら、もう万々歳ですね。まあ壊させなくても、このホバがやっぱ残るよっていうのがね、相手にプレッシャーになりますね。いやもうね、これよ。これは、いやーちょっとね、嬉しいっすわ。久しぶりっすね、この、ババコヤ。ババコヤを使ってるのが、これ久しぶり。あ、出てきた。おっ。オッピーが完成しましたよ。ヒギオッピーが。いやー気持ちいいですね、これ。懐かしいわ、これ、マジで。ホバリングめちゃくちゃ好きなんですよね。まあ、ホバリングもマジアチャも、なんか5でね、ワンパンされちゃうんですけど。なんか、癖がありますよね。こういったカードめちゃくちゃ好きっすね。はい。なんで、まあ、ザッピー強化で、ネイクロはどうなんだろうね。結局、大したことなさそうっすね。ザッピーとロイフグとババコヤが強化で何が増えるかって、言ったらボムタワーが増えるのと、まあ、バルキリーも増えるだろうし、まあ、それと神やロイフグがまた増える。マジアチャもより増えるかなって感じなんで、結局ネイクロはマジアチャに勝てないし、って感じですよね。なんで、まあ、どうだろう、そんな感じかな。はい。なんで、まあ、ジアチャウォールブレイカーはもちろん強そうですね。今まで通り強いのと、まあ、こういったババコヤ系が流行ると、ババコヤ系が流行ると、まあ、よりマジアチャでこう、真ん中から抜かれるんで、小屋は。まあ、低めに置くか、射抜かれた瞬間をホバとかで回収して、あ、なんか出てる、気づかなかった。ちょっと。まあまあまあ。マジ、あれかな？ウェブちゃんかな？うん。何これ？これちょっとあれっすね。射抜かれるの嫌なんで。これホバで処理します。わー、ちょっとやべ。あ、でも相手やってる。これ外してる。で、これちょっと。いいザップ決めてきた。まあまあまあ。これは、あれで、え？ペッカですね。ペッカ工場。来たー。ペッカ工場には、まあ、言っちゃうと陸受けが少ないんですよね。これ見てわかる通り陸受けが。なんですけど、
今ポイズン使ったね君。僕の相手がポイズン使ったので、スリーマスケッター展開しますか。で後半に入ると、あの結構ねいい流れなんですよ。前半にあんま攻めすぎると、あのやっぱ受けが少ない分一気に持ってかれちゃうんで、前半結構様子見で気持ちいきたいですね。なんでこうなって、そう結構苦しくなっちゃうんですよね。これはロイフグで裏に吊るしかなさそうですよね。そうなんですね、結構こう辛くなっちゃうんですよ。でここはオッケーオッケー、耐えられますね。はい、まあ、ゴーストのダメージ許容かな、まあ、こんな感じに苦しくなっちゃうんですよね。うわこれはね、いやこれ捨てるのは良くないですね。耐えます、耐えたい、俺は耐えたい。いやここ耐えればいける、ザップツナ、オッケーオッケー、ここ耐えるだけででかいですね。こっからは相手はホバリングがきついんで、ホバリングがきついのと三振もきついはずなんで、あ裏マジやっちゃが厄介ですね。裏マジやっちゃが厄介なんで、ホバとかに早めにポイズン出しちゃってかな、理想としては。オッケーオッケー、来た、それそれ、もうそれがやってるっすね相手。もうそこに使っちゃったら、あちょっと待って、長えな矢が。オッケーオッケーオッケー、さあからの、あーこれペックフタくるかな、行っちゃっていいかもな。フリーズしちゃって、オッケーオッケーオッケー。うわーいいエレッキーというか、なんかめっちゃ豚消えたな。まあまだポイズンだけは耐えれる。ザップ使いましたね。オッケーオッケー。これはねワンチャル、ロイホグフリーズでマジワンチャン持っていける？いやエレキズシャンが言ってきて。一回をつきましょう。ごえー、勝ちたいね。ここで勝てるなら、強化されたと絶対勝てるから。いや、これしちゃったかも。オッケーオッケー。オッケーオッケー。いや、ナイス。おい、出ろ出ろ、生まれろ、ババ。オッケーオッケー。ババに対しての態度が雑。いや、これ負けたな、さては。俺は気づいた。いやリクがね、くそ、いやまあこんな感じっすよね。まあでもこっからババ小屋が強化されてロイフグも強化されるんで、まあそう考えたらまあ時代来ちゃうんじゃねって感じですね。はい、まあ僕としてはすごい嬉しいですね。だからこういった今流行ってるクロスとかにも勝てるのはでかいですし、まあペッカもな、まあ、ワンちゃんもう本当にフリーズは僕の好みなんで、環境を考えたら5とかの方がね、合うかもしれないですし、この三重士の方もライドラだったんですよね。ライドラの場合もよくあったんで、まあいろいろね、ちょっと、またこういう系のね、デッキが入ればすごい嬉しいかなと思います。というわけで、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい。マルチもね、ちょっと今7号ですね。まあ2桁フィニッシュは絶対、ぐらいの目標でね、あと3日、2日ぐらいなんでね、頑張りたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。皆さん受験勉強頑張ってんじゃ、バイバーイ。